おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はですね、ゆいちゃんがいつもレッスンしている赤坂にあるマイゴルフレンジに来ております。はい、今回はゆいちゃんのインスタグラムでゆいちゃんがフォロワーさんに、まあ、どういうことで悩んでるか、どういうふうなレッスンしてほしいかっていう質問をしてくれて、はい、まあ、その質問に沿って、まあ、レッスンをしてもらいたいなと思います。結構来ましたか？結構来て、はい、やっぱみんな大体多い質問が何個かあったので、うんうんうん、それをちょこちょこ、はい、やります。はい、じゃあゆい先生のレッスンしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまずはつま先上がり。はい、これ段差つけて、はい、はい、はい、私つま先上がり苦手なんですよね。つま先上がりの方が苦手。はい、私はつま先下がりの方が苦手。つま先上がりもつま先下がりもそうなんですけど、うん、まず基本は両方ともフルショットしないんで、例えば残りのヤード数に対してちょっと番手は大きめに持つようにしましょう。はい、140ヤード打って例えば7番アイアンの飛距離だったとしたら一番手6番アイアンで打つとか、うん、っていうふうにまずはそれは気をつけるようにしてください。はい、でじゃあつま先上がりの方はまずクラブいつもよりちょっと短めに打ってください。はい、でボールがいつもよりも自分の体に近いんで短めに持つようにしてます。でスタンス取ります。でつま先上がりの時はフェースがもう構えた時点から少し左に向いちゃうので目標よりもちょっと右向きの方がいいですね。でこれ左に飛びやすいのは短い番手になればなるほど左に飛びやすい。なのでこの距離少し右目を向いて、でこれ気をつけてほしいのがよくこうなっちゃう人が多いので、傾斜に対してこう反対にこう前傾姿勢がちょっと深くなっちゃう。これもちょっと気をつけてほしいんですけど、前傾姿勢深くなっちゃうと打つときにこういう打ち方になっちゃうんで、ダフったりすることが多くなります。なので自分が持ってるよりもアドレスしたときに前傾姿勢をこう浅く取る、傾斜に対して直角に取る、こういう感じ、こうじゃなくて。でクラブの軌道なんですけど、これをすごい大げさにやると縦に振っちゃうとこれもまたダフルゲームになります。ボールがいつもに近いので、できるだけ横振りにするイメージ。なるほど。ちょっと1球打ってみます。自覚持って前傾姿勢浅くして目標より少し右向いて、じゃあちょっとこう左に曲がるボールになる。でも私がよくダフっちゃうのは前傾がちょっと深いから。深い。なるほどね。そうだね、深くてちょっと縦に振ってるの。あー、もっと横に。そう、縦に振るとこういう、あこれはじゅんちゃんが一回打ってみた方がいい。はい、やってみますか。やってみますか。できるかしか。じゅんちゃんの周りに。はい、短く持ってちょっと右向いてで、前傾を、そう、浅く、ね、取る感じ。で、こういう感じ。そう、グリップもうちょい短く持ってもいいかも。こんぐらい。うん。打てましたね。だからちょっとこう深かったのかもね。あ、そうかも。いつもだと、うん、右は向いてんだけど、こんぐらいで、うん、そうだね。なって
ってる、ね、ちょっと今のだと引っ掛け気味だけど、まあダフでよりかって感じ。そうだ、こうすればいいのか。あとみんな結構ね、なぜかグリップを短く持ってくださいって言っても、うん、すごいね、短く持ってこれぐらい、なんていうの、短く持ってこれぐらいってなるので、うんうん、短く持ってくださいって言った時はもうこれぐらいで短く持ってほしい。なるほどね、半分ぐらいでいける感じが。ということで皆さん、つま先上がりの時は、はい、グリップを短く持つ、はい、ちょっと体を起こす。そうね。で、ちょっと右向く。あ、そう、右向く、体を起こす。で、縦振りにならないように。横振り。はい。意識して、はい。やってみてください。やってみてください。おかしい、面白いね。初めての画角。